前から言ってた、あれ行きましょうよ。何？キャンプする、キャンプ。行かねえよ。キャンプ嫌いだって。いやキャンプの空間めっちゃ良くない？うん、お肉とって肉できたよみたいな、あ、ありがとうみたいな、何気ないあの空間が良くない？うるせえな。怖いね。てるさん、はい、キャンプ行きましょう。いや、いかんって、しつこーしつこー。いや、来週撮影許可も取ってるんで、キャンプ決定です。もうめちゃめちゃ怖いんやん。キャンプ行くとき、てるさん、ダイエットで行ってください。なんで？いじめ？いじめ？この寒い、もう寒くなってきてるのに。枯葉とか怖いよ。ずるいくよ。ずるいくよ。ちょうど枯葉いっぱいで今。ずるいっちゃうよ。いじめ？いじめ？寒い。雨降ってきてるんだけど。降ってきましたね。ねえ、スケジュール管理どうなってんのね。なんで雨の日にキャンプさせんのねえ。いや、晴れだったんですけどね。寒いってこれさすがに。やばいって俺、シールドびしゃびしゃだって。ヘルメットにワイパーついてねえんだからな。いや、10日前は晴れだったんですよ、10日前は。10日前は。違う、前日、前々日、当日見て。10日前でやめないで。10日前は晴れだったんですけどね。あ、暑い。あ、もうつくよ、ほら。雨が。はい、ついてよ、ついてよ。どっから入るの？あ、それ左でーす。はい、そこ左でーす。はい。はい。で、左入ってどうすんの？このまんま左でー。さらに左？はい。このまんま左行って、うん、で、あ、その車止めれそうなところに一回止めましょう。で、あ、オッケー、はい、はい、そうですね、はいっす、はい、到着でーす。そっち俺のバイク止めれる？横に。なんでエンジン、あ、やべ、エンジン切っちゃった。あいつらエンジン切ったから俺と会話できんやんけ、アホ。なんでエンジン切った？アホすぎる。本当にアホなんだな。あのさ、エンジン切ったら俺と通話できなくなるやん。本当にアホなんやな。クセで、なんかもう切ってきちゃいました、クセで。お前本当にアホやな。いや、申し訳ないです。ねって、俺の機嫌悪かったら普通にぶち切れとるからな。本当申し訳ないです。雨だし。本当すいません。ここ止めるの結局？いや、一回ここに止めて管理室の方に行こうかなと思って、うん、はい、あ、そうだね、はい、ご挨拶しないとね。そうですね、よいしょ。一旦じゃあカメラ止めますね。本当にアホなんやな。普通切らんもんな、喋ってる時にエンジンな。アホなんやな、ちゃんとアホなんやな。はい、受付終わったんで駐車場に向かいましょう。こっちです。いやー、いいね、自然が。そうだね、いいね。なんか自然がいいねってわざとらしいな。いやいや、そうですよ。自然の中で生まれ育ったやん、俺ら別に。いや、まあ、お前実家農家やん。まあ農家ですけど、山そんなないですよ。田んぼばっかだったんで、今回泊まるところこちらです。いや、かっこいい。よいしょ、かっけーなー。バイク。ほな、免許取りに行ったらいいやんけ。いや、いいっす。姿勢を感じた。よし、本日泊まるカエルキャンプ場に到着しました。ゲコ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 。だいぶ暗いよ。だいぶ暗いです。巻いていこうや。本日は、なんかテントではなく、トレーラーをお借りしてトレーラーに泊まります。なるほど、ってことはこれですか、やっぱり。
先ほどから見えているこの車を止めたあのこのトレーラーですか。じゃあ映ってますか今。映ってますか、はい、トレーラー。映ってますちゃんと。これですか、これ、これですか。こちらもお借りするんですけど、はいはい、3台お借りします。3台、はい、1人1台ってこと。1人1台です。これ5人ぐらい泊まれるよ。5、6人泊まれるよこれ。そうなんですけど、違う種類を3台お借りしてるんで、はいはい、まずは紹介していきたいと思います。なるほど、はい、こちらへどうぞ。もう見えてるけど。そうです、ね、まあ言うて言うて見えてるけどね。まず一つ目がこちらです、はいはい、コンパクトタイプのエゾーリスというトレーラーです。エゾーリス、はい、かわいい名前だね。かわいいですよね。確かにエゾーリスって名前にふさわしくいいサイズのコンパクト感。確かに。はい、でもこれ中意外と広いんじゃないのこれ。入り口逆だ。あ、逆見てこれは。キャンプ道具がもう全部用意されてるこれ。はい。すごいなこのキャンプ場。いやすごいですよね。これ、これスノーピークで揃えられてるよこれ。言っとくけどこれめちゃめちゃ高いからねこれ。高いですね。バカ高いよこれ。はい、じゃあ中見る。はい、おい、あ、こちら土足禁止なんで靴を脱いで。何、はい、靴脱いでお話してください。よいしょ。はい、あー広い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 ですよね。すごいすごい。なるほどね。はーい、よいしょ。はい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 、十分広いこれ。十分広い。多分これバカ上げてベッドにするタイプだと思うんですけど、はい、多分そっちもベッドになるから、はい、1、2、3人で、まあなんか多分ここはさすがに無理か。そうですね。3人か、2人から3人。はい、2、3人タイプです。はいはいはい、あ、全然良い。いいですよね。いいね。2台目いきますか。2台目いきましょう。はい、いや可愛いですよね。かわ、うん、うん、あ、はい、はい。可愛い。欲しいもんな、でもな、こういうの。あー欲しいです。うん、はいはい、まずまずは終わった。はい、はい、2台目こちらです。はい、あ、もう真っ暗です。もう真っ暗です。僕あのサングラスなんでね、もうだいぶ見えたんですよ。そうですよね。これ何ですかこれ。こちらは炊事所になってます。炊事場、はい、はいはい、トイレ兼炊事場。はい、そうです。へえ、そういうのもついてんだ。はい、めっちゃいいじゃん。めっちゃめちゃいいです。手ぶらで泊まり込まれるのって最高じゃない。そうですね。これですか。はい、こちらが2台目です。2台目のスタンダードタイプの単調になってます。単調、はい、よいしょ。あ、広いわ。広いですよね。すごい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 、すごい、はい、あ、広よいしょ。はあ、どうですか。いい、いいね。奥からどんな奥から。おお、なんかすごい。なんかすごいってなんやねん。広いっすわ。あ、なんかすごい広いっすわ。ぶちのめすぞ。ベッドもあって、2段ベッドもあって、はい、ここもベッドになる。はい、でテーブルにもなっていて、はい、そうですね。でそっちもテーブルがあると、はい、反対側もこうやってテーブルになってる。はい、そう、これ何やってんの。こっち収納箇所ですね。収納できるんですよ。あ、何入れてもいいみたいな。はい、ね、うん、普通にホテルだもんな。いや、めちゃめちゃおしゃれ。うん、あー、トイレだ。トイレ、トイレ、ここトイレだった。トイレついてます。ほら、あー、ほんとだ。はい、へぇ、あー、こんな感じだ。はい、はい、じゃあ3つ目いきましょう。はい、3つ目さっきの止めたところ。はい、そうです。すいません、ドア閉めてきてもらっていいですか。あ、いいですよ、いいですよ、いいです。高橋、虫が入るからな。いや、そうですよね。ドアを閉めなきゃいけないぞ。そうですよね。ああ、はい、こちらが、うん、何、お、すごい、あ、広広いですよね。こちらがハイグレードタイプのヒグマです。ヒグマ、ヒグマです。北海道だから。そうです。でかいから。でかいです。なるほどね。え、なんだっけ、単調の前、あ、エゾリス単調でヒグマか。はい、はい、そうです。なるほど、見ていきましょう。はい、早速見ていきましょう。お、なんだこれ、二重になってるんだ。網戸ついてるわ。網戸ついてます。よいしょ、すごっ。ホテルやん。めちゃめちゃすごいですよね。すごすごすごい綺麗。すごあ、そ、あ、いいソファーだ。ギフーエグー。え、こんなでっかいテレビもついてて、はい、は、冷蔵庫ある、オーブンはご利用いただき、あ、でもコンロは使っていいんだ、ここのグレードは。はい、使って大丈夫です。へー、で、水道もあって、はい、電子レンジまであって、ホテルやん。ホテルやん。空気清浄機までついてる、だってプラズマクラスターついてるやん。行く、あ、ここは、なんか服か。はい、そっちはそっち、
違う。はぁ、えぐベッドルームですわ。はい、広っ。うわ、めっちゃええやん。お、シャワー、シャワーついてるでしょ。シャワーついてますよ。エロー。あ、ちょ、撮って撮って撮って探し入れ。はいはいはい。うわ、いや、トイレとシャワーとエロ。なにこれ、エロめっちゃええやん。うんね、ここでご飯食べたりとかあるね。はい、はぁ、めっちゃええやん。テレビ何インチやねんこれ。何インチやねん、42インチだわ。42インチのテレビまでついちゃって、もう全然キャンプ感ないこんなの。はい、いや俺でも本当にキャンプ嫌いだけど、これだったら俺全然いいわ。本当ホテルだもんこんなもんだって。あ、そうだね、綺麗だもん。あのなんかしょうもないテント立てて布の中で泊まるのは俺全然嫌いだけど。いや、なんでさ。意味わかんないじゃん。家あるもん俺。いやいや、まあまあそうだけど、家あるのになんであんな寒い中布の中で泊まなきゃいけないの。あれがいいんだよ。何がいいのあれだって。あれだって寒い中キャンプと、なんか雪中キャンプとかやってるやつ見たことある。いや、まあ、ストーブ持ち込んでね、わざわざ煙突立てて、あー寒い寒いってやってるんだよ。家帰ればええ。家帰ればいい。で、あーあったかーいっつって、あのカレー作ってたりとかして、カレー食べたりとかね。あー寒いからコーヒー飲みます。家帰ればいい。いや、意味があるほんとに。いや、あれがいいんだよ。何がいいの、あんなのだって寒い中でカレー食うっつって、あのココイチ行ったらええやん。ココイチの方が楽しいよ。トッピング全部乗せしようかなとかできるよ。まあ、カツ乗せたのに納豆も乗せちゃおうかなとかできるよ。カツ納豆カレーにしちゃおうかなとかできるよ。いや、まあ、意味わからん、本当に。いや、でもこれだったら俺もめっちゃキャンプ楽しいってなるかもしれない。おお、よかった、うん、ホテルだもん、ほぼ。はい、で、ここ俺泊まっていいの、この部屋。ハイグレードの、なんだ、ヒグマ。はい、これは俺の部屋。それがまだ決まってないんですよ。どういうこと決まってないって。決めるや。決めるや。じゃあ今決めましょう。ここ俺ね。いや、ダメ。なんでダメやねん。最後まで聞いて、最後まで。やだよ。だ最後まで聞いてください。何。はい。先ほど紹介したエゾリス、うん、単調、ね、コンパクトタイプとスタンダードタイプね。はい、はい、で、こちらのハイグレードモデルのヒグマ、はい、こちらを、はい、誰が泊まるかを、はい、ゲームで決めたいと思います。嫌です。え、ダメだダメ。いやです。ゲームで決めたいと思います。ですね、はい。権力で決めたいと思います。ダメだよ。いや、嫌だよ。だって、これ見せられてからだってあんな止まれないよ。いや、そんなことないよ。いや、最初見た時はさ、だってあの、コンパクトタイプとか言ってたけど、はい、全然広いやん、つって。うん、あの、エゾリス、はい、で、なんかスタンドタイプのなんかあの、は、なんだっけ、単調、単調です。もっと広いやん、とか言ってたけど、これ見た後は攻め攻め。これ見ちゃったら攻め攻めだから、止まれない止まれない。無理無理、やだやだ、ダメです。じゃあなんで見せた、見せなきゃよかったのに。じゃあ見ちゃったもん、俺見ちゃったもん。無理だよそんな。ゲームなんですけど、何くじ引きで決めたいと思います。そうな。くじ引きのことゲームって呼んでんの。子供にゲームしよっか、何するのパパ、くじ引きだ、がっかりするね。がっかりするね子供。パパ、くじ引きは決めじゃないよ。なんで。そうかな、うん、なっちゃうかな。何くじ引きで決めるって。やだよ。いや、ダメです。やだよ。楽しむために。はい。いや、楽しむためにここ止めてくれ。いや、僕らも楽しみたい。いやいや、単調もいいぞ。いや、やばい。いいけど。単調もいいよな。いいけど。いいけど。いいよな。いいよ。じゃあ、ええやん。ダメ。農家さん、単調は嫌だってさ。いや、そんなことない。なるほど。単調エゾリスには俺は泊まりたくねえってさ。マジっすか。このマネージャーは。ひでえやん。まあ、偉くなったな。なんてね、もうエゾリスでいいもんな、別にな。全然自分は、はい、そうですね。エゾリスでいいもんな。全然けど嫌だってよ。エゾリス単調は嫌だってよ。ゲームでくじ引き、誰がどこ泊まるか決めましょう。決めましょう。はい、はい、これ誰が作ったの。これは僕っすね。わかるやん、ほなら、もう。わかるやん。これは僕。ずる、不正です。不正です、これ。見てこれ、だからよく見てこれ、ほら。折り目ついてんねんで、これ。折り目。折り目ついてる、これ。爪跡ついてます。皆さん、ちょっと見てください、これ。爪跡ついてます、これ。ほら。爪跡ついてます、これ。これやってんな、これ。それずるいっすわ、それ。まあでも俺が一番最初選んでいいんだもんね。はい、で僕が選んで残ったのは高橋になります。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。いやー、どれがおすすめですか。おすすめですか、うん、おすすめは、うん、これですかね。
あ、これ。はい。あ、じゃあもう別にこれにしますよ。あ、それにします。うん、まあ、これでひどいやつだったらもう農家さん性格出てますから。わかんない。作ったのは出てますからね、これ。いや、これ結構泡くりながら作ったんで。泡くりながら。わかんないです。あ、急いでって。はい、急いで。慌てて作った。慌てて作ったんで。などと言っていますけど。なわけがないよな。こんなんわかるべ。俺だったら絶対覚えるもん。ほんと？これがハイグレード絶対覚えるもん。じゃあ、じゃあこれでいいですよ。あ、そしたら僕これにしますかね。うん、で、残った高橋、これにしますか。はい、わかりました。じゃあどういう順番で、高橋のやつからじゃあオープンしますか。あ、了解です。わかりました。はい、じゃあ、高橋のグレードはこちらです。はい。コンパクトタイプ、エゾリス。エゾリスさんですね。エゾリスさんですね。エゾリス。あ、もう、ね、あ、ってことはこれもうエゾリスはないから。はい、はい、そうですね。じゃあ僕とテルさんで一緒に同時に行きましょうか。せーの。ありがとうございます。ありがとうございます。性格よ。性格よ。おすすめしてくれた。性格よ。え、いいんすか。ハイグレードタイプで。まあ、6万もするんですかこれ。はい、6万円します。ハイシーズンだと6万円です。ハイシーズンだと6万円。はい。あ、ハイシーズン、そのキャンプ時期じゃなかったら、もうちょい安い。もうちょい安いです、ね。なるほど。はい。とのことです。あ、でも言うて3万6千円。はい。普通のホテルよりちょい高いぐらいやん。そうですね。だから2万4千円だからアパぐらい。そうですね。そうですね。アパぐらい。アパぐらいでしょ。はい。もう何の文句もないですけど。いや、もう、そうですね。大丈夫ですか？もう一回やんなくて。いや、もう分かっちゃってるからな。もう無理じゃないっす。もう分かっちゃってるからな。まあ、俺もなんかもうなんか別にやり直したいわけはないし。そうですよね。やり直したいわけもないし、なんか。なんならね、グレード落ちたら嫌やしな。そうですね。いいっすか、なんか。まあ、それは俺も、なんかあの、エゾリス引いてもっと悔しがりたかったっすけど。ごねなくていいっすか、尺的に。じゃあ、いや、でも、これもう一回やるって言ったらどうやってやりますこれ。目つぶって引くとか？あ、目つぶって。逆にこうやって、上下真ん中で。上下真ん中で、はい、それ一回取り直します。まあ、テイク2やります。いや、僕単調だから結構いいんだよな。エゾリス高橋、エゾリス入れないんじゃないの。いや、多分入れないことはないと思いますけど。そっかそっか。はい、そうですね。まあ、きつかったら最悪一緒に寝ようや。そうですね、うん、きつかったらあのベッド横の窓でね、コンコンコンってすると思うんで。管理人呼ぶわ。やり直してもいいよ、俺。全然俺、このエゾリスタイプでも美味しいと思えるよ、俺。おい、せめえよとか言いながら全然大丈夫だよ、俺。美味しいよ、全然。あの、大丈夫、視聴者から来ない？ああ、マネージャーかわいそうみたいな。あんな狭いところに、まあ狭いでも広いけど。いや、まあそうっすよね。狭くない、まあ、狭いはちょっと豪邸だったわ。そうっすね。全然広くて、まあ全然、まあいいか、寝れるしな。いや、でもなんか俺ちょっとな、あれやな、別になんかちょ、このスタンダードタイプがちょうどよかったな。ああ、なるほどっすね。うん、やり直してもいいよ、俺全然。いやいや。大丈夫です、テルさん。もう一ゲーム用意してるんで。もう一ゲーム？はい。今回、カエルキャンプ場の方に、食事も用意してもらってるんですよ。食事も用意してもらえるの？はい。食事も用意してもらってて。わがまま言って用意してもらったとかわけじゃなくて。そういうわけじゃない。そういうサービスがある。そういうサービスもあって、うん、バーベキューコースで、うん、用意してもらってるんですけど、こちら、うん、5500円コースと、うん、3500円コースと、うん、2000円コースを用意してて、それもくじ引きで決めましょう。はいはい、なるほど。はい、なるほどね。あ、まあ、これで俺が2000円コースぐらい当たっとけばちょうどいいもんな。まあ、そう確かにね。うん、で、一番狭い高橋さんに5500円コース当てとけば。いやいやそんな、そんな。まあ。釣り合い取れて、まあ、ええかって。で、これ誰が作ったんですか、これは。これは。これは高橋が作った。じゃあ。普通に選ぶんでっか。そうですね。そんな俺目とかで覚えれるもんなこと。何ガムテープついてる。ガムテープついてる。いいやつにはガムテープつけとことかやってないこれ。いやいや全然やってないっすね。A02 は何々みたいなやってない。もう急いで作った結果こうやってなっちゃいました。本当だよ。あ、じゃあ俺先選んだからいいよ。先選んで。あ、僕先選んでいいっすか。先選んでいいよ。そしたら、うん、こちらで。ああ、はい、それね。綺麗な。はいはい、はい。なるべく綺麗な方で。俺この折れ目が怪しいと思うんだよ。折れ目が高そうだから逆にこうしようかな。あーなるほど。高橋に、ね、美味しいやつ食べさせてあげようかな。あーじゃあまた高橋のやつからオープンでいい？はい、はい、大丈夫です。これ向きはこう
こう、どっちもいい？あ、はい、どっちでも大丈夫です。じゃあ行きますよ。はい、高橋のドン。そう、普通通常コースだ。通常コースです。うまそう。で、一斉に一斉にやりますか。せーの、せーの。痛いって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 やり直そう、やり直そう。痛いって痛いって。ホッケ3枚やるもん。ホッケ3枚やる。マジか。ホッケ3枚やるって痛い痛い。やり直そう、やり直そう、やり直そう。気持ち、気持ちの気持ちで。痛い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 。俺こんな食えんし。痛いって痛い痛い痛い。俺痛いのやだって。じゃあもう一回やり直します。じゃあもう一回、もう一回だけ。そうっすね。俺、ちょっと分かった。目つぶって引かせてくれ。あ、分かりました、分かりました。目つぶるわ、俺。はい。痛い痛い痛い。さすがに。はい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 。こっから、ここまでです。こっからここまでね。はいはい。いいですよ。いや、もう真ん中でいいわ。はいはい、これでいい。はい。あ、さすがに。あー、はい。あ、僕もですか。上か下かで、上か下かで。あ、上か下かで。上か下かで。それでは下。おお、やっぱりこの。5500円のコース食えんせみたいな。そうだね。いや、わかりました。ありがとうございます。よし、OK。はい、決まったやん。そうっすね。てか、ホッケ3枚も食えんやろ。いや、マジ食えないっすね。このコース。このコース、えぐ。一人分じゃないもんだって。いや、そうっすね。なんだかんだ仲良く食うことになるて。いや、そうだね。ジンギスカン、ジンギスカン1、2で、こっちもついてる。あ、これだけジンギスカンついてないんだ。それ、はい、ついてないです。もう俺ジンギスカンそんな好きじゃないからいいや。ホッケ、ホッケくだ、ください。あ、そうっすね、ホッケ、はい、みんなで食べましょう。うん、はい、ウインナー10本ぐらいあるもん、俺。いや、それだけで腹いっぱいになる、まだある。いいよ、こんなもう食べ物とかまでやらなくていい。ひもじい思いする。どっか泊まるとかならまわしも、ひもじい思いはさせたくないわ。あ、危ない危ない。痛い、痛いことになるのかった。はい、じゃあ、バーベキューしましょう。はい、はい、はい。自販機も裏にあるって。おー、はい、うわ、めっちゃお酒ある。どうも。ソフトドリンクは俺の自販機だし。はーい、はい、めっちゃ終わったら飲もう。そうっすね。何でも売ってるね、本当に。そうですね。シャツ持ってるよ。本当だ。後で買って帰ろう。これください。あ、そう、はい、はい。これに入れてこう。あ、オッケーっす。せっかくだから。わかりました。かわいい。うん、2550円。カエルのばかりになってる。あ、ほんとだ。かわいい。いや、なんかめっちゃ美味しそうな、なんかパフェみたいになってるけど。嘘。買おうやつで。シャワーはこれ。あ、別にシャワー向こうにあるのか。めっちゃいい、ここ。めっちゃいい、これ。ほんといいっすね。子供たち連れてこよう。あー、絶対に良いぞ。田中家、勝負家で来ようよ。来ないわ。行きましょうよ。来ないわ。行こうよ。今の返事はマジ悪かったもんな、ね、絶対行かない返事したもんな。びっくりしちゃった俺。マジ悪い返事した。おうおう。そんなことない。回ってる時ぐらいで合わせりゃいいのにな。それはそうだねっていうのもちょっとあれだけど。おうおうおう、びっくりした。すごい苦笑いだった。いや、その違う、急で急でちょっと今びっくりしちゃって。カメラに全部映ったからね。めっちゃウケる。飯も買わないでいいってマジ楽だな、これ。いや、確かに本当に手ぶらで来れるキャンプってすごくない？グランピングやん、めちゃめちゃいい。全然子供が連れてこよう。田中家と勝負家で来れたらええな。そうだね、行こうか。行こう行こう。あれが嘘返事です。行こうよ。10年経っても来ません、一緒に。なんで嫌がる？嫌がってない。ちょっと嫌がってる。嫌がってるよな。なんで嫌がんの？嫌がってないよ。ほら、いつするの？ん？来年かな。来年の何日さ。来年の…じゃあ、あれっすね、はい、夏休みみたいな。
夏休みするだから1週間ぐらい。そうですね、テレさんがお子さんが夏休みの時に、うん、いいやん、行きましょう。いいやん、その頃には高橋も彼女できてるかもしれんし。どうだろうね、高橋彼女も連れて。そうだね、もしかしたらね、うん、どうだろう、もしかしたらね。俺の場合はもう不確定だから。高橋のだから彼女を作る企画する。オーディション。高橋の彼女オーディション。ぜひやってほしい、マジで。やろうよ。やりたいな。ツイッターで高橋の彼女オーディションしますつって、北海道在住もしくは北海道に引っ越してくれる方。めっちゃいいけど、これ集まんなかった時ですよ。怖いの、マジで。なんだかんだ集まるよ、多分。集まるかな。変なのが多分何人か。変なのってやめよ、マジで。確かにそういう体質あるけどさ。いや、そんなオーディションに来るやつは変なやつよ。いや、まあね、うん、まあね。高橋真ん中に座らせて、うん、俺と農家へ両サイドでまずお名前と年齢とで、なんか PR ポイントとか、うん、高橋と付き合ったらどういうことしたいですかみたいな。やりたいね、でもね、本当にやりたいね。YouTube にて顔出し可能な方限定で。乾杯、飲もう、飲みましょう。ありがとうございます。乾杯、乾杯、乾杯。あー、しみる。あ、これ野菜きた。すげーな、野菜。これ、あれじゃないか、鉄板の。そうだね、鉄板の方に。お風呂ある。買わなきゃいけなかったんじゃない。あー、ないかも。ちょっと聞いてくるっすわ。うん、いるで。一応財布持ってって、もう無理っすよねって、なんか猫なで声で聞いてこいよ。もうちょっと今から油とかマヨネーズって買えないっすよねって。見ていただきました。前回さ、インタビューでさ、学校で撮ったじゃんか、で今回また行ったじゃん。前回 そのインタビューの YouTube 動画、学校で見てみんなで喜んでたって。あ、そうなんだ、うん、自分らの利益のためにやったことだけど、いいことした気分だったわ。豚から焼く。おい、油が落ちる。雨もしたらいい男みたいに言って。油も落ちるんだ。やべ。洗ってきた。バカお前。バカかお前。みんな歩いてるところ。お前マジか、お前そんなにこっちゃく。こういうとこほんま怖。マジで怖。そっちで洗うの、こっちで洗えば。え、なん、怖っ。トイレだ。別に目の前にあるやん、洗う場所。キッチンあるやん。怖っ。もう座ろうか、お前。俺やろうか、洗えるか、肉。いや、それは洗える。洗えるか。怖っ。落としたことが怖いんじゃなくて、そのまま焼こうとしたことが怖いんだからな。そうだね、落としたら、まあ、うん、ズボンで手拭く前にお前肉のっけたらよかったやん。お前のズボンで一回手を汚染されたやん。これもう多分やばい、うまいっすよ。もういいだけも染み込んでる色してますもん、これ。俺道民だからそんななんかもらんでも。そんなハードル上げんでも。いや、そんなつもりはなかった。道民、そんなもらなくてもハードル上がるだけよ。そっちってノワール。うん、ノワール。いや、焼きそばしかない。ちょっと、うん、焼きそばのスープとソース。ソース。だからそれソース。
焼きそばのスープって何？スープではなかった。お前だけ焼き弁やん。アーンがいる。いや、大丈夫です。まあ、なんか持ってきてるな。なんだあれ、マシュマロ買ってきたっす。どういうこと、なんでマシュマロ買ってきたの。なんか焼きマシュマロ、いや、普通に、あ、食いたいなと思って。マシュマロ好きなの高橋。マシュマロ好き。へぇー、そのまま食べるのが好きなの。いや、普通に焼いたやつしか食べない。焼いたやつしか食べない。うん、こういうバーベキューの時とかに。ボイボイルはね、箸ちょっとバッテリー変えていて。トイレね、あ、トイレじゃねえ、バッテリーね。意味も分かんない間違い方してます。ちゃんと酒飲んだら一息感になってんのよ。人類の会話じゃなかったトイレね。自分で言って意味分かんなかった。お酒入ったもんさ、ポンコツ超えるもんな。ギリ賢い猿ぐらいになってるもんな。いや、聞かれた、それな。なんて？焼きカルパスうまっ。マジ？全然うまい。味見しに行ったのかなと思ったけ、カルパス。カルパスは食べに行った今。どうなんだろうと思って。うまっ。ソーセージ。あのさ、一回酔い覚ませて食ってくれ。最後終わったらこれ、これ洗いに行こう。じゃあ中に全然あって、中で洗えるかも。あ、わかりました。うん、まあ、どっちにしろお湯入れる、どっちも。はい。で、冷たくない。トイレもちゃんとお湯だったもん、水じゃなくて。お湯だった？お湯だった、手洗うところ。え、手洗わなかった？確かにお湯だった。手洗って、俺、火消すのに、ってなって、手洗ってねえかもしんねえ。ちゃんとそこさ、洗ってんじゃん。ウェッティーも使ってんじゃん。よく考えたら、そっち手洗ってないかもしれない。ちゃんとここ似合いコールだった。手洗ってよ、トイレ行ったら。取っ手とか触った時点で触ってほしいもん。なったけ、ここ本当に。やばい、そこ、ずっとそこにいたくなる。汚ね、汚ね。何してんのねえ。食べ物じゃ遊ぶなって、お父さんとお母さんに襲わなかったか。お前遊んでないよ。なあ、あ、ぬっ、うん、あ、やばい、あ、ぬっ、あ、やばい、あ、ぬっ、どうし踊れちゃったぞ。いやいや、まだとじゃないぞよ。仕方ないんか、お前。まだとじゃないぞ、マジで。ほんまお前ギリ猿やな。そんな直火追いついてるで。テルさんは遠すぎない。そんなもんか。そんなもんでしょ。そんなもんだっけ。そんなもんだよ。焦げたらまずいよ。あ、まあまあ、焦げたらまずい、うん、高橋のはもうおかしい。ファイヤーマシュマロだ、お前の。焼きマシュマロじゃないですよ、ファイヤーマシュマロだよ。ゆでてるだろ、絶対遠いって。ないじゃん、誰。うん、今のやつだってあれやん、なんかあの海外のお前マジシャンがお前ボーって盛り上がってこうやって入れてくれてる。あるね、あるね。千円欲しい。うん、おいしい。いやー、ちょっとそれぐらいまでやりたい。うん。何笑ってんの。それはちょっと写真撮らせて、さすがに。何じわるな。おもろいね。マシュマロ3つ刺してるんだよ。お、真っ赤うまっ。ロックうまっ。真っ赤です。ロック。こう回したら、こうなんか外れそうになってくるから。ちょっと食べ頃です。え、うまっ。
え、こうまい。やったやつうまい、ほんとに。でしょめっちゃちょうどよき。僕、俺、降りてくすら来ない。やったよな。やめて、それ以上。ここに行くぞ、思ったら。おはよう。めっちゃ朝。めっちゃ朝。いただきます。うま。おいしい。おいしい。寝れなかったから結構腹減ってる。そうですよね、うん。カップラーメン食べなかったんですか。出なかった。うん、レアを。クマが怖くて。いやそうですよ。書いてましたね。クマ出没注意って。風呂シャワー浴びたくてもう寝れないから、うんうん、売店見に行こうかなと思ったけど、クマ怖いし、もう真っ暗だし、もういいや、タオルなしで浴びようと思って、タオルなしで浴びたんだけど、うん、ぬるま湯と水の中間ぐらいのが出てて、これが。違う。水道が結構あったかいんでるじゃん。手洗ったりとかの、うん。だから、あのぐらいだったらいけんなと思ったんだけど、全然あれ全然冷たいんだよね。で、ずっと出してたらちょっと暖かくなってきたから、うん、あ、まあいけるなと思ってパッて言ったら、その暖かいのって一瞬で、なんか20秒間水浴びて、5秒間だけ暖かいの出てくるみたいな。だからこう、シャカ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 ってやって水になって、シャワー行けて。みたいな。マジか。で、頭と体洗って、出て、タオルないから、そのまま服着た。めちゃめちゃまま。頑張って髪の毛ギュッギュッと絞って。で、しばらくエアコン頭に浴びてさ、うんうん、音符をソファーにいた。マジか。向こうドライヤーついてましたね。あ、そうなんだ。はい。ごちそうです。はい。向こうタオルとかもあんの？いや、タオルなかったです、うん、あ、向こう入ったんだ。向こう、ちょっと確認しに見に行きました。はい、見に行き朝見に行きました。コーヒー入れます？入れます。入れます。あったかいコーヒーですか？あ、あったかいじゃコーヒー。お、わかりました。ありがとう。ういよ。ちょっとシャレオツにコップに入れて飲む？いや、全然いらない。あ本当全然いらない。マジか。箸ちょっとシャレオツにコップに入れて飲むコーヒー。いや、大丈夫かな、俺は。あ、そうシャレオツにシャレオツって言った時点でも嫌だった、ま、マジの顔じゃんマジの顔じゃん、それちょっとそうだね、シャレオツねいつもちょっとニコってしながらこういうの言ってくれるのにマジの顔というめっちゃシャレオツっていうワードついた時点でちょっとおしゃれじゃなかったから。そうだねムードが大事だよ。そうだね、まあ、言う、めっちゃ言うやんめっちゃ言うやん。いきついね。ここからバイクに乗って。代わりに乗ってほしいね。誰も免許ないですよ。免許するね。自然的かも。お前今年取りに行かなかっただろっていう自然だった今。行くって言ってたもん。そう、いやマジだね、行きたかったけど。泣きそう。今泣きそうだった。行きたかったんだけど。楽やバイク買うんだったら車我慢しようって思うんだよね。なんで？なんか
なんて言うんだろうな、こうなんかどっちかを我慢してどっちかをこう いいのを乗りたいっていうか、あの、まあ、例えば、まあ、バイクの免許取ってでバイク乗るんだったら、あの、多分絶対バイクの方が好きだから、どっちかっていうと、だから多分バイクいいバイク買って車を抑えるみたいな、車は もう軽とかでも何でも良い、何でも良いみたいな、でそのなんかバイク買ってバイクを逆に我慢するんだったら車今のままずっと乗ろうかなみたいな感じで考えてて、うん、金銭的な、まあそう金銭的な、うん、あの車税とかもかかってくるから、だからその どっちかをこう均等にいいバイクいい車を乗るんじゃなくて、どっちかを良くしたい、車を良くしたいかバイクを、車は良くなってないやんだって今バイク買ったよ、いやまあまあ、いやまあ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 、ボロボロの車の乗ってるから別に よくなってないやんけほなバイクいいの買うやん、その理論でいくと確かに、うん、何も言えねえ、確かに、うん、そんなカツカツになるぐらいの給料じゃないじゃん、いやしかも、いやそうなんだよな、うん、十分バイク買って車も維持できるぐらいの給料あるやん、お前。そうだね、あるね。給料の額面知らないやつにしか通じない嘘つくなよ。そうだね。朝から殺すぞ、お前。この給料は他じゃそうそうもらえない金額をもらってるからね。怖いよ。泣くのか。いや言い訳めっちゃ考えてたんですよ、うん、言い訳めっちゃ考えてた今黙ってスンスン鼻鳴らしとけよ今は。OK です。よし、ほな帰りましょう。はい、はい、いいとこだった。いや、いいとこだったね。普通に子供たち連れてこようと思った。いや、ほんとそう思う。来年は、うん、勝負家と田中家で。行く。あ、これ行かねえ。行くよ、行け行け行け。これ行かねえやるか。行きます行きます。ちゃんと船が降っちゃった。そんなことないよ。そんなことないよ。ちゃんと船か。来年行こうね。一緒に。いやいや、嘘やん。いや、本当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 。そんな気軽に俺を傷つける人つかないで。めっちゃウケる。ついてすぐ仕事させられてます。絶対俺が一番ブラックです。8時半やで、もう8時半、20時半もう朝起きてバー来てホテル着いてずっとこれしてんの。全セットを買った人だけのやつ。あ、いいっすね、一客用のやつ。表情。